災害発生時の施設利用について県と協定を結んだのは県内のパチンコ店54店が加盟する県遊技業協同組合です協定では台風や大雨などで甚大な被害が発生した場合やその恐れがある場合県内のパチンコ店にある駐車場を地域住民の車などの一時退避場所や消防や自衛隊などの活動拠点として活用するものです組合によりますと 県内では立体駐車場を含め、合わせて2万2千台ほどが駐車できるということで、災害発生時に提供できる店舗は、県のホームページで公表する予定です。地域の皆様まがどんな時でも安心して暮らしていただけるような地域にできるように、我々も微力ながら貢献したいと思っております。去年9月の台風接近時には、少なくとも、 県内10の店舗が駐車場を提供していて組合では今後、各店舗で水や非常食簡易トイレといった備蓄も検討しているということです。